はい、サバイ TV です。本日はこちらのゲーム実況をするための、機械の方の説明をしていきたいと思います。それは IO データさんから出ている、こちらキャプチャーですね。ゲームキャプチャーなんですけど、こちらが安くておすすめなのでご紹介していきたいと思います。こちらが本体になりまして、ここの部分がモニターっぽいんですけど何にもないんです。で、電源があって、メニューキーで録画ボタンと、モードの選択ボタンですね。こちらでつなぎ方としましては、こちらですね、こちらにゲーム機からの HDMI ケーブルをつなぎます。これが今 PlayStation 4からつないでるんですね。で、こちらがテレビの方への出力になります。これをテレビにつないでください。そしてこれが AC アダプターですね。電源の方をつないでもらいます。そして記憶装置として、こちら SD カードと後ろの方に USB ポートがあるんで、 USB メモリーとか、ハードディスクですね、そちらの方をつなぐことも可能です。まあ、直接パソコンの方につなぐこともできるので、そちらで録画してもらっても大丈夫です。で、こちらにヘッドセットですね、ヘッドマイクをつなげます。はい、では今こちらが、キャプチャーしている画像になりまして、でですね、そのままつないでも出ない、画面に出ないっていう症状が出るんですけど、設定の方で、プレステの方の設定で、こちらでですね、システムの HDCP を有効にするっていうチェックが入ってると録画ができないので、画面の方にも映し出されないので、ここをチェックを外してください。はい、では本体の方の設定を見ていきたいと思います。こちらメニューキーを押すと、テレビの方にこのように設定画面が出てきます。で、これはテレビのリモコンの方でも動かすことができます。覚えてますね。よいしょ。はい、では本体の方の設定をしていきたいと思います。まずメニューキーを押してもらうと、テレビ画面にこのように出てくるので、記録モードですね、こちらがフル HD、 最高画質、高画質、標準、いろいろあるんですが、まあ、こちらフル HD の高画質でやってもらえればゲーム実況の方は問題ないと思います。最高画質ですとメモリーいっぱい食うので録画時間が短くなってしまいます。まあ、常時オンでいいと思います。これをやっとかないと、出力とかですね、録画しない時とかにめんどくさいんで、常時パススルーでいいと思います。有線メディアですね、カードか USB ドライブか、まあ、カードで、日付設定で、ヘッドフォン出力音量、こちら結構大きい音なんで1でいいと思います。で、マイク音量の方は最大でいいと思います。結構音がね、小さめなんでね、マイクの音は。そうですね、パソコンからダウンロードして SD カードでこちらの本体の方にアップデートする形になります。購入されたらまず最初にアップデートの方をしてください。で、こちら再生モードの方でですね、動画編集、コピー、連続再生とか、画像補正設定とか、いろいろといじることもできます。
カットしたりつなぎ合わせしたりアフレコもできますね。ですからパソコンなくても一応これだけでも編集はできますが、まあ、これだけでアップロードはできないので結局パソコンを使ってアップロードすることになります。あとはそうですね、じゃあ生配信はできないのでパソコンにつないでやる形になります。本日はこちらキャプチャー、ゲームキャプチャーの紹介をしました。今回はプレステ4のつなぎ方と設定をしましたが、次回は、携帯の方ですね、スマホのつなぎ方をご紹介したいと思います。はい、では本日ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。ではこちら商品の方は概要欄の方に貼っておくので、そちらの方も興味がある方は見てください。ありがとうございました。サバイ TV でした。